今回のお悩み、パートナーからの LINE の返事の頻度が少なくなってきています。やっぱり気持ちが離れているのでしょうか。結論から言うと、パートナーとのコミュニケーションを改善し、信頼関係を築くことが大切です。LINE の返信頻度が減ったことだけでは、相手の気持ちが離れているとは一概には言えません。まずは、お互いの価値観やコミュニケーションのスタイルについて話し合い、理解を深めることが重要です。科学的根拠に基づいて、コミュニケーションの質が関係の満足度に大きく影響することが分かっています。例えば、カリフォルニア大学バークレー校の研究によれば、カップルがお互いのニーズや感情に対して理解し合い、サポートし合うことが関係の安定性や幸福感につながることが示されています。具体的なエピソードを引用すると、あるカップルは、お互いの仕事が忙しく、LINE の返信頻度が減っていました。しかし、定期的に顔を合わせてお互いの日常を共有し、価値観や考え方を話し合った結果、関係がより強固なものになったといいます。これは、コミュニケーションの質を重視することが関係を維持する上で大切であることを示しています。前向きな気持ちになれるような表現を用いてお伝えすると、パートナーとの関係は、お互いが努力し合うことでより良いものになる可能性があります。LINE の返信頻度が減ったことを機に、お互いのコミュニケーションスタイルやニーズについて話し合い、理解を深めることが、二人の関係をより豊かなものにすることでしょう。LINE の頻度が減る中で、まずはお互いの時間やタイミングを考慮して、電話やビデオ通話で定期的に話す時間を設けることが良いでしょう。例えば、週に1回のデートや、毎晩寝る前に数分間だけお互いの一日を共有する時間を作ることが効果的です。また、LINE でのコミュニケーションにおいても、相手が忙しい時に連絡をしないよう配慮するだけでなく、お互いに心地よく感じられるメッセージのやり取りを心がけましょう。例えば、今日はこんなことがあった、という話題提供や、どんな一日だった、と質問することで、自然なコミュニケーションが生まれやすくなります。そして、お互いの気持ちや考えを素直に伝えることも大切です。例えば、最近 LINE の返信が少ないけど、大丈夫、と気にかけることで、相手も安心感を持ち、オープンになりやすくなります。最後に、関係を深めるためには、お互いが努力し合うことが重要です。LINE の返信頻度が減ったことを機に、コミュニケーションスタイルやニーズについて話し合い、理解を深めることで、より充実した関係を築くことができるでしょう。